どうもみなです。パーソナリティーいきたいと思います。はい、本日は皆さんアップデートやってまいりました。後ろ見たら分かる通り進撃の巨人とねコラボされましたね。でアップデート情報皆さんにお伝えさせていただこうかなと思ったんですけども、まずまあ多分気になってる人がいると思います。エレン前々からねエレン・イェーガーが無料で PSR もらえるということで、まあ、ちょっとねパッと終わらせてきました。イベント終わらせてきました。なのでそのねテーブル皆さんに公開しようかなと思います。まずは皆さんの気になるところからいこうかなと思っております。はい、エレン一応 PSR 獲得してきました。まあ石を割ればまあ1時間半から2時間程度で終わるのかな。なので皆さんもね、まあ石割らずとも全然終わります。終わりますのでしっかりとこれは終わらせましょう。そしてまあこれのねダンジョンの解説を明日また別動画で出させていただきます。そちらを詳しく見てください。でテーブルの方ね、はい、やる気ボーナスのテーブルでした。やる気 100% でスペシャルタッグが一応40レベルの時点で、ね、40レベルの時点で100、はい、まあここまではいきますよね。で SR2 枚で PR4 枚までもらえます。まあ最大 PSR50 までいけるんですけども、こんなテーブルです。精神ボナが6までいって、スペシャルタッグが最大 120% までいくテーブルでございます。まあ普通にね40レベルでかなり強いです。試合経験点そしてやる気ボナ、なかなかね先陣何高校でも使えるし他の高校でも多分使えると思います。まあ得意練習頻度がねないっていうのはちょっと残念なんですけども、全然使えるキャラだと思うんでね、はい、皆さんこれは獲得してましょう。まあイベントキャラだからそんなに強くないよと思ってた人もいると思います。自分も正直そこまで強い予想はしてませんでした。ですがオフェンスキャラでねこれはありがたい。しかもボイスキーキーがなかなかいいでしょう、はい、なので皆さんこれはぜひともゲットしてください。まあこれがね速報でした。一応これが速報です。そしてこの後ねアップデート情報を皆さんにお伝えさせていただこうかなと思います。まずアップデートとしまして進撃の巨人コラボされましたね。はい、コラボされましてキャラが何体が出ております。はい、ヒビキャラ新登場ということでミカサ、アッカオ、そしてリヴァイでエルヴィン、この3体が出ております。でミカサが立体起動、エアマスターに似てんのかなと思ったりもしてます。であとは対空要塞ね、で対空要塞がだ対空要塞と立体起動が確定なんですよ。まあテクニック枠でそんなに強くないって皆さん思うかもしれません。ですが対空要塞確定テクニック、これゴールキーパーではかなり強いですよね。なのでミカサはねゴールキーパー用のキャラなのかなと思ったりもしております。まああとは立体起動欲しいっていうポジションで取っていくっていう感じかな。はい、リヴァイ切り込み隊長、まあとりあえず切り込み隊長は、まあ、確定です。確定でもらえますがどうなんでしょう、オフェンスで強いのかな。強かったらいい、得意練習頻度とかありそうっちゃありそうだけどね。まあこれはまたねガチャ、この後ガチャ引いていってできるだけ早く、動画を出させていただこうと思っております。そちらで確かめていきたいと思います。そしてエルヴィンはディフェンスキャラ、これも確か得意練習頻度あったのかな。大号令、敵陣または自陣の奥にいる場合一定時間味方の能力と連携を高める指示を出すことがあるということで、まあとりあえず、まあ、センターバックでは使えるキャラなのかなっていう感じです。まあ、ゴールキーパーかセンターボラン、センターバック、そんな感じだと思います。そしてコラボイベキャラのボイスについて、はい、ボイスが入ってるんですよ、さっきも見た通り。はい、いいですよね、ありがたいです。ボイスはね各指から10種類ありますので、皆さん当てた時にしっかりと試していきましょう。それは楽しみにしておいてください。当てた時の楽しみです。はい、そしてこちら、無料ガチャも来てます。毎日1回無料ガチャ、こちらは後で引こうかなと思っておりますが、この4キャラも出るけど他のキャラも出るガチャでございます。でワンチャン SR も引けますので皆さんこれは毎日引きましょう。8月14日までです。8月14日まで毎日引けますのでしっかりと引いてください。で、ガチャ、進撃の巨人のコラボガチャということでミカサ、リヴァイ、エルヴィン、こちらの3体が出るガチャが出てます。
まあ、これはね、後でまた動画出させていただきます。そしてなんといっても PSR 確定、まあ、メイン夜会以外のサブアカもこれ引いてもいいのかなと思ったりもしてるぐらいのガチャでございます。皆さん、自分のガチャの結果楽しみにしておいてください。そして皆さんもね、まあ826に貯めてる方いると思います。70連盟までは多分330個で回せるのかな。いつも通りならば330個、初回また30個だよね。うん、まあ多分そういう感じなんで、まあぜひぜひ330個ある方は回した方がいいのかもしれませんね。はい、控え券もありますね。まあ基本的に全キャラ当てれるのかなという感じで自分は思っております。まあ他のお知らせであったと思うんですけども、どれだっけ、これ再販、再登場の予定は全くないらしいです。なので、うん、このキャラは自分は確実に母体だけはゲットしておこうかなと思っております。はい、まあ、皆さんもね、進撃の巨人好きなキャラ好きな方はぜひともゲットしてあげてください。はい、あとパワースター、うん、安石が来てます。あとは、うん、選択ログインがあります。あとはパワーサカに選ばれたどっちが、これはまあ、うん、20個またもらえるらしいですね。あとビンゴチャレンジ開催中、アゲアゲ、まあ、この辺はちょっと飛ばさせていただきますね。でダンジョンゲート、この前のセレーヌのイベントもう一回来ました。こちらでね、先ほどのエレン獲得できます。 SR2枚、 PSR1枚、 PR4枚ゲットできますので、これは必ずやりましょう。自然回復だけで全然終わりますので、しっかりとやっていきましょう。そして対決、チーム進撃ということで、これは、まあ、サクセスでエンブレムを獲得していくって感じのやつかな。サクセスで、まあ、このチーム進撃登場って形で、相手が進撃の巨人のチームらしいですよ。で、6点差以上取れば23個。でも今ピンちゃんが多い中ね、あ、でもあれか、ピンちゃんじゃないのこれ。イベント期間中にサクセスをプレイすると全国大会終了後だからいいのか。終了前のまでならやっぱり試合経験点考えてね、作品でやる人はいると思いますが、まあ、これはしっかりとね、6点取っていこう。6点取ったら23個エンブレムもらえます。で、もらえるプレゼントもいろいろありますね。選択チケットももらえますし、こちら R のそれぞれのキャラプラスこのキャラものももらえますので、まあこれはね、確実にこの SR チケットだけは獲得しておきましょう。これはね、後々使えるキャラ結構います。なのでこれは獲得しておいてください。はい、ということで、はい、で、それプラスね、確かね、ログインでパワースターがもらえてたはずなんですよ。うん、太っ腹な運営さんどこ行った？はい、50個進撃の巨人記念プレゼントの報酬ということで50個もらえてます。なのでね、今ログインをしてない方いると思います。パワースター50個だけでも1人に行きましょう。そして今から新規で始める方、今がチャンスかもしれません。ここでリセマラ結構簡単に進むと思います。まあ、今の進撃のキャラね、基本的に強いと言われてます。なのでこのキャラから始めるのもありなのかなと自分は思っておりますので、ぜひとも皆さん、はい、新規の方も、まあ進撃の巨人ね好きだよって方で、新規の方、自分の動画見てくれてる方はこれで始めてもいいのかもしれません。はい、じゃあとりあえず1個引こっか。何もらえるかな。これでね、いきなりねエルヴィンとかのリーサールとかもらったらラッキーですけども、まあ新しい演出の初めてのガチャですね。まあ、外れですね。R ですね。まあ、これは仕方ないということで。まあ、これはね、毎日引きましょう。そして最後に、あれだけ見とこっか。なんだっけ。ビンゴ。ビンゴがね、今とりあえず初級がこれだけあります。初級はまあ、簡単にいけると思います。サクセスやりましょう。スタジアム無失点で勝ちましょう。A 以上の選手作りましょう。パワフルスタジアム3勝。サクセスアイテム持ち込んで作りましょう。特殊能力5個以上取りましょう。スペシャルタック累計5回行う。アイテム持ち込んでスタジアムを行う。まあこれは簡単なんでね、どんどんやりましょう。そして中級上級とね、
まあ、8月3日、8月7日に、開放されていきます。これは随時もらっていきましょう。ここでも SR 券、そしてマスター30個もらえますのでね、826に貯めるのもありやし、今回のね、ガチャ回すのもありだと思います。なのでこのね、ステップアップビンゴは必ず皆さんやっておきましょう。まあとりあえず本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。この後ね、ガチャの動画も行こうと思っております。そちらも楽しみにしておいてください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。